ベルイル占領は7年戦争中の1761年、イギリスによるフランスのブルターニュ海岸にあるベルイルアンメールへの遠征と占領。イギリスは2度上陸し、1度目は撃退されたが、スタッドホルム・ホジソンによる2度目の上陸は、浜カシラホを得ることに成功した。イギリスは、その後6週間の包囲を経て、ルパレの城塞を落とした。フランスは、 本土から救援軍を出そうとしたがイギリスに政界権を握られていたので失敗した。ベルイルはその後イギリスに2年間占領され、1763年のパリ条約によりフランスに返還された。南部担当国務大臣のウィリアム・ピット。閣僚に反対者が続出した中、ベルイルへの遠征を熱烈に推進した。フレンチ・インディアン戦争の勃発に続き、 イギリスとフランス本国でも1756年にお互いに宣戦線復刻した。まず、フランスがミノルカ島を占領したが、その後はイギリスのウィリアム・ピットが主導権を握ってフランス沿岸部を襲撃した。これらの襲撃の実効性は薄かったが、フランスの士気を大きく下げ、その対象としてフランスは多くの陸軍を沿岸部に配置せざるを得なかった。 1758年のサンイコールカス上陸が失敗するとピットは方針転換したがフランス沿岸部へのさらなる襲撃の可能性も考慮に入れていた。1759年フランスはイギリスの本土侵攻を計画したがラゴスの海戦とキブロン湾の海戦に敗北、そしてほぼ戦争を通して行われたイギリスによるフランスの海上封鎖により計画を破棄せざるを えなかった。講和までの数年間、フランス海軍はほとんど怒りを下ろしたままとなった。また、イギリスは1757年以降、フランスの植民地に攻撃を仕掛け、その多くを占領した。1760年の征服でカナダを占領すると、ピットはこれで財政難のフランスが和平に傾くと考えた。ピットはインド洋における フランスの海軍基地のモーリシャスへ遠征しようとしたが和平会議が近いとの観測なので彼は占領に時間がかかりその知らせが数ヶ月経たなければヨーロッパに伝わってこないモーリシャスではなくより手近で占領されたイギリスかドイツ領土と交換できる場所を選びたかったまたスペイン参戦の可能性も考慮しなければならず結局ピットはスペインの侵攻に備えて イギリス艦隊を本国近く留まらせた方が得策という結論にたどり着いた。ピットはフランス海岸への遠征に方針転換した。ベルイルはロリアンやブルターニュの海軍基地にほど近く占領することでビスケーワンの正解権も得られる。このためピットはベルイルの占領及びフランス本土攻撃の基地としての転用を推進した。実は このような攻撃は1760年10月に、ピットより一度提案したが、首相の入閣する公爵に強く反対され、国王ジョージ2世もドイツ戦線に集中すべきとして拒否した。しかし年老いた、ジョージ2世が同月に死亡し、その孫ジョージ3世が即位したので、ピットは計画を再提出した。当時最も尊敬されていた帝徳のアンソン男爵と、 エドワード・ホークは二人とも計画に反対したが、ピットは構わずに推進した。3月25日、ジョージ3世は秘密裏にベルイル遠征を再開、陸軍の指揮官にスタッドホルム・ホジソンを海軍の指揮官にごれしません量の経験があるオーガスタス・スケッペルを任命した。白天はフランスにおけるベルイルの位置、石天はベルイルにおけるルパレの位置を示す。遠征軍は、 プリマスに集結すると、1761年3月29日に出港し、悪天候でベルイルに到着するまで7日かかった。島の南端を偵察した後、ジョン・クルフォード率いる軍勢は、ベルイルの南にあるポールアンドロでの上陸を試みた。また北の方ではニコ大隊によるフェイントも行われた。クロフォード軍は想定以上の抵抗を受けた。 フランスはあらかじめ残壕を掘って準備しており、そこからの銃撃で、クロフォード軍は多くの死傷者を出した。敵弾兵部隊は近くの弾劾を登ったが後続部隊が煽らず、多くが殺されるか捕虜にされた。奇襲の効果が薄く、他にやれることも少ないことからクロフォードは戦場へ撤退した。続いて、激しい嵐が起こり、多くの上陸船が壊された。 遠征軍の指揮官たちは偵察の後ピットに手紙を書き、さらなる襲撃が不可能であるとした。これにより、遠征軍が帰還する可能性が増した。攻撃は直接的にはイギリスとフランス政府を狼狽させた。フランス宮廷では和平交渉が進んでいたにもかかわらず、ピットが遠征を強行したことに激怒し、これを配信であるとした。イギリスでは、 遠征に反対した者が諦めて、結果を受け入れたが、ピットは2回目の上陸を推進した。マルティニーク島進行に参加する予定だった、軍隊輸送船はケッペルへの増援に転用された。ピットは、今や、ベルイルの占領を戦争の主目的とした。イギリス艦隊の指揮官、オーガスタス・ケッペル増援を受けたケヘッペルとホジソンは、再度の上陸を計画した。 島の守備を細かく精査した後、やはり、ポール・アンドロでの上陸が最も容易であるという結論が出た。今度は、西のソーゾンと北のサントイ・コール・フォアと二つのフェイント攻撃を計画した。4月22日、ジョン・クルフォード率いる上陸軍は再び、ポール・アンドロに上陸、やはり激しい抵抗を受け、ほどなくして手詰まりとなった。一方、 ハミルトン・ランバート順将率いるサントイコールフォアへのフェイント攻撃は意外にも抵抗を受けなかった。フランスは島の北部の断崖がイギリス軍の侵攻を防ぐと考えていたのだった。しかし、ランバートは登れると考え、それを実行して成功した。近くのフランス軍の反撃を受けたが艦隊の援護もあって撃退している。北部での攻撃が成功したので、クロフォードは 自らの攻勢を放棄、船に乗って北部に向かって、ランバートに加勢した。イギリス軍の指揮官は、さらなる増援を送って、共闘法確保、夜までに、イギリス軍全軍が上陸した。あらかじめ準備した信号に従い、フランス軍と住民は、ルパレの城塞に籠城塔の残りの部分を諦めた。イギリス軍は、今や、無抵抗となった港から、本国の補給を受け取り、 ルパレを包囲し始めた。フランス軍の指揮官外艦、グザビエ・ギレム・ド・パスカリス・サント・クロワは、包囲を引き伸ばして本土からの救援軍に期待した。実際ブルターニュ地方総監のデギュイオン公爵は、バンヌで軍勢を集結したが、イギリスのフリーゲートが、フランス海岸を固く封鎖し、政界権を握っていたことで、その突破を無理と考えたフランス政府は逆に、 イギリスの襲撃を恐れ番ぬの軍勢を内陸へ移動させた。ロシュフォールとブレストでそれぞれ戦列艦7隻と8隻の艦隊が準備されたが、それがケッペルによるさらなる封鎖に遭い、出航のめどが立たなかった。1ヶ月後の6月8日、サントクロワは救援軍が来ないと悟り、交渉の後降伏した。老城軍は武器と軍機を持って城塞から出て、 ロリアンに戻ることを許された。フランスははじめ、イギリスに島を保持してもいいが、返しても見返りはないと主張した。しかし、ベルイルが主略戦とイギリス海軍の基地になりふることを知ると、その主張には現実味がないことが分かった。このため、2年後のパリ条約では、ミノルカ島と交換での返還に応じた。イギリスは1755年に、 アカディア全体を占領したが、その時強制退去されたアカディア人の一部がベルイルにたどり着いた。アカディア人はベルイルの状況に不満だったので、1785年までにその大半がスペイン領ルジアナに移住した。ありがとうございます。